ありがとうございました。いいっす。あ、俺、小西直樹です。よかったっす。さよなら。ようこそベルベットルームへ。やだな。参ったな。結局、俺じゃなくてもいいんだよな。
おい。うわ。悪い。ちょ、待ってくださいよ、堂島さん。なんであの人が謝るんだか。じゃあね、僕もう行かなきゃ。ようこそ、ベルベットルームへ。ここを教えてもらえますか？お母さん。先生。ふん。生存デートル。
よろしくお願いします。うまいっすね。Thank you.
なんすか。はあ、じゃあまた。悪いな。
う。じゃあまた。君が私を殺した。君は殺人者です。静かな微笑みで、落ち着いた声で、深い色の瞳で、はにかんだ指先で私を殺したのです。私は死体、愚かで惨めで幸せな、きっとこのまま朽ちていくのね。最後に一言、 Goodbye so long, baby。何なの？
考えるな、感じろってね。じゃあ、またね。じゃあ行きますか。さてと、それじゃあまずは。悪いが、部屋行って七子を呼んできてくれ。ゆっくりでいいからな。向こう行ってろって言ったのに。ケーキ？丸いのだ。今日何のお祝い？
とだな。今日は家族の大事な日なんだ。大事な日？そうだ。お前とこいつと俺が家族になる記念日だ。今までは？それはだな。とにかくな、ちゃんと家族になる記念日なんだ。よくわかんないけど、でもなんか嬉しいね。よし、じゃあ食おうか。その、なんだ、今日は妙なことに付き合わせて、その、悪かったな。そうか、優しいな、お前は。どうも、こんなことでもしないとけじめがつけられないと思ってな。それに、ナナコにもちゃんと知っておいてほしかった。俺がちゃんと家族としてあの子を大切に思ってるってことを。だんだん千里に似てくるな、ナナコは。笑った顔も気の強いとこも。あの子の顔を見るたびに千里を思い出して辛かったこともある。あの子を迎えに行ったせいで千里は死んだ。そう考えちまいそうになることもあった。それでもあの子がいてくれただけでどれほど救われてきたかわからない。もし俺一人の生活だったらお前を預かるなんてのも考えられなかったしな。多分俺は怖かったんだ。誰かをまっすぐ受け止めて大切な家族を作って、そしてまたそれをなくしてしまうかもしれないのが。逃げる奴を追うことに逃げてたなんて全く滑稽だな。俺はな、ずっと怖かったんだよ。だから俺は敵討ちを言い訳にあの子と向き合うことから逃げたんだ。ああ、そうだな。逃げるのも悔やむのも今夜でもう全部しまいだ。俺はもう二度と大切なものをなくさない。絶対に、絶対にだ。これはお前が教えてくれた強さだな。ありがとな。
ありがとう。